ちゃ。こんにちは。はい。はい、豊さん。まあ、ね、ビッグニュースだよね。そうですね。こうね、シーズン終わって、落ち着いた中、はい、いろいろなニュースが入ってきますが、はい、なんと、ロッテの佐々木朗希投手のメジャー挑戦が容認されたというようなニュースが入ってきました。うん、そうだね。まあ、これはね、正式にそれを受けての、佐々木投手のねコメントも出てるので、はい、はい、まあ佐々木朗希のコメントというのは、うん、ロッテに感謝しつつね、うん、まあ、マイナー契約から這い上がって世界一の選手を目指すと、はい、いうようなことなんだけども、はい、まあ彼の持ってるポテンシャルとか、うん、そういうものを考えるとね、まあ本当に世界一になれるぐらいのピッチャーだし、うん、はい、まあ、それにはこう体を作ったりとかね、うん、いろんな努力、うん、これからしていかなきゃいけないとは思うけども、はい、まあ、彼だったらやるかなっていうようなね、まあ、期待もある、うん、はい、まあ、しかしロッテがねすごく、うん、いやなんか寛大だなと思ってさ、うん、やっぱこう入団5年でね、彼みたいなピッチャーをリリースするっていうのはさ、うん、まあ、相当な決断だったと思うけども、はい、いろんな話し合いがあったんだろうね、うん、それとメジャーの、はい、今なんでウィンターリーグとか、うん、そういう話を見ると話を聞くとね、今年の FA のなんかランキングの選手の中に佐々木朗希が2位にいるというね。まだねその時にはこういった話は全くない頃のランキングですよね。まあそうだね、うん、まあ、なんかあるっていう話を聞いて、いやアメリカってすごいなと思ってね、まあ、だけど、まあ、佐々木朗希の夢が叶って、まあ、それを佐々木朗希の気持ちをねロッテが容認する形にはなったけども、うん、なんかルールという面に関してね、はい、どうなんだろうって思うよねこれは。なるほど。まあ、今回ね、佐々木朗希投手はこの11月に23歳になったばかりで、はい、このずっと言われてきたのが年齢の部分っていうので、はい、25歳っていう25歳ルールというようなのがありますよね、はいはい、まあ、25歳未満かプロ6年未満の、うん、海外からアメリカに行く選手はマイナー契約しか結べないとか、そう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 とか、まあ、そのためにこういろいろねこの、今回のようなケースっていうのはね、はい、あんまりないし、まあ、珍しいよね、うん、まあ、ロッテとしてもねある一定の期間以降だといろいろ ね、まあ、ね金額的なことも、まあ、損失だよねはっきり言ってね、うん、やっぱり25歳以上になってくるとさ、はい、うん、前メジャー契約もできるし、うん、お金の部分に関しても、うん、まあ、その今永とか吉野部がね、うん、山本吉野部が言ったような金額っていうのは提示をしてくれて、はい、球団に入ってくる金額も全く違うと思うんだけども、うん、だけどそれをねあえてもうその求めないで、うん、まあ入団5年からね、5年間でまあメジャーに行かせてくれるっていうのはさ、うん、本当に佐々木朗希は感謝してるとは思うけども、はい、ただね、うん、俺考えると、うん、やっぱ今後やっぱメジャー志向が増えてる選手の中で、うん、こういうことを容認したっていうことが、うん、まあ、前例となってなんかそうやってメジャーからこうお呼びがかかった人はほとんどそういう風になってくるのかなという、うん、だからその日本のプロ野球がもう簡素化しちゃって、うん、まあ、それとか、まあ、植民地みたいになっちゃって、うん、いい人だけはもうすぐ抜いていかれるというかさ、うん、まあ、そういう風になってくるともう本当に日本のプロ野球の魅力がなくなってくるというね、うん、まあ、確かに金額の面とか、うん、いろんな面に関してね、うん、見ればそれはメジャーの方が魅力はあるかもわからない。でも日本のいいところってたくさんあってね、うん、だメジャー志向、まあ、それは確かに俺もキャンプ見に行ったりだとか試合も見に行ったことがあるんだけども、それはすごい魅力はある、うん、魅力はあってもやっぱルールがある以上一定のルールをしっかり守るという契約をしっかりしとかなければやっぱこう日本のプロ野球がどうなっちゃうのかなっていう、うん、まあ、心配にはなるよね、うん、これは、まあ本当ですね、賛否あると思うんですが、うん、やっぱりね豊さんのように、まあ、一般の方でも、うん、こういう前例を作ってしまうのはどうなのかっていうようなね、うん、意見もかなり出てるようで、うんうん、
そうですよね、まあ、例えば、うん、これで向こうに行って大活躍をして素晴らしい選手になるというふうな予想はつきますが、うん、やはりこのことをいつまでも引っ張っていかなきゃいけないというか、うん、いうような危険性もありますよね。まああるよね。だからまあ、うん、昨年か今年か、うん、佐々木麟太郎君というね、はい、あの監督さんの息子さん、監督さんの息子さん、はい、花巻東のね、はい、その方がメジャーを目指すために向こうの大学に入ったという、うん、そうですよね。だからまあこれはね、一つのルールとすれば全然ありだと思うし、うん、新しいって思いますよね。新しいと思うよね、うん、だからこれは誰も傷つけないし、うん、賛否も呼ばないし、まあ、日本にいてくれたらなって思ったことはありましたけどね。まあ、まあそうだね。でも向こうで活躍しながらメジャーにかからなかったら、うん、日本のプロ野球でね、魅力がある球団がいたとしたらドラフトしてもいいわけだし、うん、だからああいうふうな形を取らないと、なんかね、急にメジャーに行くって言われても、それは確かに、まあ、選手のね、まあ、選手のそうだな、現役期間が、まあ、20年として、うん、その間の2年っていうのは、まあ、1割に相当するわけじゃない。ね、で人生の1割を削られたっていうような形にもなりかねないしね、うん、それは彼の佐々木朗希の人生があるわけだから、だからこれはもう仕方ないっちゃ仕方ないけどかもわからないけども、うん、じゃあ入団するときにしっかりしたルールを作っとかなければね、こういうことにも今後なりかねないなというね、うん、まあ、前例だから、うん、だからこれはやっぱこう、まあ、12球団の会議だとか、うん、コミッションの会議だとか、うん、まあ、そういうふうなところで、まあ、やっぱこう話し合うべきかなっていうふうには思うよね。うん、うん、なかなかね、どうなるんだろうってずっと思っていたことだとは思いますし、うん、まあね、誰もね、向こうで活躍することがなんとなくっていうふうなんじゃなくて、タイミングの問題ですかね、この行く、まあまあそれはまあ時期的なっていうか年齢の問題だよね。年齢の問題でね。だから、まあ、うん、まあただ佐々木朗希が言ってやっぱりメジャーで投げてる姿、メジャーの選手をどう抑えていくのかとか、そういうのはものすごく興味あるけどもさ、もちろんね、うん、で見たいと思うし、一ファンとしたらね、うん、ただそれは今じゃなくて、うん、別に2年後でもいいんだよというような、ファンはもうね、ファンというか、まあ、その赤の他人というのはさ、うん、2年間ぐらいは、まあ、どうにでもなるしね、うん、でも選手の、まあ、俺も選手だったけども、やっぱ選手の2年間ってすごく大きいんだよね、うんうん、だから、まあ、佐々木朗希の気持ちも分かりつつ、やっぱこうなんていうのかな、悪しき伝統というか、そういうものに発展しないように、やっぱ球団は対処してほしいなっていうのは思うけどな、うんうん、まあ、じゃあロッテとしてはそういったことを容認したプラス、まあ、それがね、変な悪い例じゃないですけど、うん、っていう風になっていかないように、まあそうだね、していきたい、うん、まあ、ロッテとしてはね、本当この5年間活躍はしていただきながらも、うん、まあそうだね、いろいろな思いはあると思いますが、まあ受賞するまでにね、5年間かかるとは思ってなかっただろうしね、うん、だけどやっぱそれだけ大事にね、体のこと、肩肘のこと、そういうことをね、気にしながら、おそらく首脳陣は扱ってきたと思うんだよね、うん、で2試合連続なんて言うんだろう、完全試合をやりそうになった時でも、うん、やっぱこう下ろしたからね、マウンドから、うん、やっぱそれだけやっぱ神経も使ってたし、まあ、今の監督の吉井監督も気を使いながらね、うん、ただ今年は少し厳しい面も出しながら、うん、あ、ようやく形にな、あ、吉井監督がしたかなと思ったけども、うん、まあ行ってしまうと、まあ、だけど吉井監督もメジャー経験者だし、うん、いや、朗希の気持ちは分かるというふうなコメントをね、うん、まあ、出しつつも、うん、やっぱ寂しいだろうね、ね、これで大きく来年の構想というものが、まあ、ロッテは変わってくるということはもう間違いないよね、うん、まあ、立山コーチとかもね、うん、優秀なコーチを呼んで、まあ、佐々木朗希を1年間、ね、一人前に、もっと一人前にしてくれみたいなね、そういうことも託そうかなと思って、まあ、立山コーチもやっぱ楽しみにしてきたと思うんだよね、うん、やっぱ彼とちょっと一緒にやる期間ができたということでね、うん、
でもそれを考えるともうできないということで、まあまあ彼のメジャーでの活躍を祈るだけだけども、うん、やっぱねちょっと残念に思う人もたくさんいるよな。まあ、ファンが残念だろうねやっぱりね。いや本当そうですね、ファン、まあ、ね、うん、ロッテに関わる人ね。そうね、うん、でファンの方もやっぱメジャー行っても佐々木朗希っていうのは応援 し続けるんだと思うけども、うん、なんかこう釈然としないというか、あね、まあ、そういうことも抱えながら応援するんだろうなっていうふうには思うよね、うん、なんかもうできないかもしれないですけど、いつも淡々と話をしている佐々木朗希投手のぶっちゃけた本当の心の中とか聞いてみたいですね、うん、まあそうだね、ああいうスターっていうかそういうのはねこう押し殺してる部分っていうのもたくさんあるだろうし ねすごく感じますもんね。まあそこはね、うん、あの聞きたいっていう気持ちは、ちいちゃんの気持ちは分かるわ、ね、看板やちいちゃんの ね、うん、だから豊さんもね機会があればまたね、まあまあそうだね、アメリカで話をね聞かせてもらいたいとは思うけどもね。だからまあ有力はドジャースじゃないかって言われてるね、うん、春先もなんかこうちょっと噂ではよ、うん、噂レベルだけどもドジャースっていうようなね、まあそういう話も聞いてる、うん、このオフにも少しドジャースとい もうこの発表がある前にね、そうなのみたいな、まあそういうような聞き流してたけども、うん、まあだけどひょっとしたらね、山本由伸、佐々木朗希、そして大谷というのがね、実現するかもわからないよね、うんうん、これはまあ噂レベルだからまだわからないけども、うん、まあでもこうなったらどこに行くのかね、うん、まあ楽しみにしたいと思います。なんかね大谷選手のところに山本投手が行ったみたいに、うん、どうですパドレスとかないですか、ダルビッシュ投手のところに佐々木投手が行ってね、こう指定コンビみたいになると、それもなんかすごい、うんね、パドレスは菅野っていう話があるけどもね、おほほほ、まあ、まあね、まあすごいよね、いろんな話が飛び交って、まあね、蓋を開けたらどうなってるんだろうっていうのも楽しい。こうなってくるとやっぱメジャーという魅力がさもっと膨らんでくるよね、うんうん、いやだけどこれじゃやっぱね、俺やっぱ日本のプロ野球も大事にしたいと思ってるし、うん、なんていうのかな、寂しいよね、うんうん、まあダルビッシュ投手がねよくが日本のプロ野球界に何か、まあ、そうだよ ね監督になって帰ってくると思うね、うん、夢ありますから、まあ夢あるよね、はい、うん、まあでもね行くからにはちょっと本当にね、うん、頑張ってほしいと思うし、うん、体がどう肩がどうとか、うん、いろいろ言われたことをね払拭して、うん、体を本当に鍛えてね、うん、ローテーションピッチャーになれるように、まあ、頑張ってください、はい、まあもう本当にローテーションピッチャーにはね簡単にはなれると思うんだけども、うん、ね離脱しない、そこね、ね、うん、まあ、そこはね、完成させて、うん、ね、投げる姿を楽しみにしてます、はい、ね、頑張ってください、はい。